はいどうも、ヒコボン、心の声です。前回のバトルリーグの動画で、ショテラグラージにすれよいいよと聞いたのでやってみることにしました。今の順番に固まるまで、したことあるのですが、ショテニョロボンに対抗できない今、もう一度それにするのも、ありと思いました。現在の環境だと、ショテに草タイプが来るというのはそうそうないですし。アプリのせいで動画がカクカクなので、ところどころはしょります。相手のショテはカビゴン、のしかかりはこんなダメージ。ハイドロカノンは、こんな感じ。どっこいどっこいです。ただバカ力が怖いです。ハイドロカノンの回転率で追い詰めます。バカ力を警戒してシールド。残念のしかかりでした。もしかしたら激凛タイプかもしれない。ハイドロカノンで相手シールド使用。いいぞ。ここはノーシールドで受けます。のしかかりを耐える。そして、ハイドロカノンを打ち込む。ラグラージ優秀。カビモン撃破で相手ラグラージを出す。こちらのラグラージが倒されたので、ギラティナを投入。相手の一発目のゲージ技は、地震、シールド使わず受ける、しばらく殴り合いで、ドラゴンクロー発動と同時に、相手はギラティナに交代、ただ技受けにならないので、シールドを使用。ギラティナで、相手のゲージを半分まで削る、よくやった。そして、レジスチル、ギラティナのゲージ技には強い、警戒すべきは、ラグラージの地震、そのためにシールドは取っておきます。ギラティナ撃破で、ラグラージが出てきました。ラグラージの残り体力は少ないので、シールド1枚残しているこちらの勝ちです。カクカクでお見苦しくて失礼しました。2戦目は大丈夫です。iPhone で、おすすめの画面録画アプリあったら教えてください。iPhone に最初からついてるのは夫連れするのでダメです。1戦目悪くない感じでした。2戦目もショテラグラージで行ってみます。行くぞ。トゲキッス、さっきのカビモンといい、ショテギラティナを狙ってますね。ラグラージさん、トゲキッスに対して割といい仕事します。甘えるでゴリゴリ削られるけど、ハイドロカノンで対抗できる。しまった技受けされた。技受けをすっかり忘れてた。そして、ニョロボン。見事に技受けだ。ニョロボンに対抗できるのは、ラグラージしかいないので、ここは頑張りどころです。シールド張って、ニョロボンを絶対に倒すな。ブラフしてる余裕はない。いきなり一か八かの地震。相手もわかってるわ。諦めのノーシールドで行きます。煮るなり、焼くなり好きにしてくれ。耐えた。ラグラージ優秀すぎる。地震打ちたい。間に合わず。シールド使ってでも地震打ち込みます。当たってもよし。シールド使ってくれてもよしです。一か八かの地震間に合った。よしやった。問題は、ここからだぜ。出てきたのはリザードン。一番いいラグラージがやられちまった。でもギラティナでいけるかな。リザードンのドラゴンクロー。効果抜群だけど、それほどでもないんだよね。うん、まあまあ。ここで引いてきた。出てきたのはトゲキッス。これはチャンス。ゲージを貯めてたか。そしておそらく火炎放射。一発で解けたら終わり。そういえば、火炎放射を受けたことあんまりない。なんか、すごい大ダメージなイメージがあったけどそうでもないんだな。レジスキルが優秀なのか。ここでシールド、もう一発火炎放射を受けるかな。間に合ってしまいました。アーケン氏の力でした。火炎放射、時間かかるからね。そして、レジスチルさん耐えてからのラスターカノン。恐るべしレジスチル。ラスターカノン、もう一発分貯めれたかな。
再びギラティナ VS リザードンです。こちらの体力はすでに黄色ゾーン、無理ゲーか。ドラゴンクローか。まさかのブラストバーン。助かった。そんなダメージは受けなかった。ブラストバーンって効果今一つでもすごいダメージなイメージ。相手もそうだったのかな。そしてドラゴンクローで逆転勝利です。やりました。再び初手攻撃っす。今度は技受け気をつけます。一発目はヒット。よし、二発目も打てた。ここも受けていく。もう役目は果たしたのでノーシールドで。全然耐える。ラグラージ優秀。そしてもう一発。すごいぞラグラージ。シニバナさん登場。これに当たる前にラグラージ仕事できてよかった。どっちでも良さそうな気がするけど、草に強そうなレッジスチルで。相手はシールド2枚失った。いいぞ。シールド1枚使ってもいいかな。ここは受けてラスターカノンで終わりといこう。よし、最後が問題だ。ベトベトン、これはまずいぞ。シールド1枚あるし押し切れると思いたい。おそらく悪の波動なので使っていこう。なんだこの回転率、やばいぞ。しかも大ダメージ。大若、不思議花でギラティナを出すのが正解だったのか。もう一発ドラゴンクローを決めれば勝てる。ダメでした。気分を切り替えて次行きましょう。
フリーザー、ベジスチルだと有利対面だったけど、ラグラージだとどうだろう、凍える風が怖い。シールド使う。ダメージはぼちぼちだが、攻撃力が下がるのが痛い。後退したい誘惑に駆られるが、特別弱点を突かれてるわけじゃないので、このまま押す。ラグラージさんにはこのまま退場してもらおう。と思ったら耐えた。ラグラージ最後の踏ん張り。もう一発ハイドロカノン。シールド1枚使わせて、ここまで減らせれば御の字じゃないでしょうか。ベジスチルさん、あとは頼んます。それにしても凍える風は嫌な技だな。発動が 100% ってのがすごい。これも凍える風でしょう。最後の板切手にしては痛い。これで終わりだ。ラグラージ、また面倒くさいの出てきたな。これでギラティナに変えると対面不利なやつが出てくるんだ。なのでここはブラフに気をつけて頑張る。ブラフにしては打つのが早かったか。地震かハイドロカノンか、地震な気がするのでシールド。正解だった。ダメだ、地震が怖い。ギラティナに交代しよう。とりあえず技受け成功。この後何が出てくるかによるけど。やっぱりレジスチルで突っ張るべきだった。陰打ちまでもたん。ドラゴンクローをお見舞いだ。ワンチャンシールド使ってくれ。だよね。トゲキッス、もうかなりゲージ溜めてると思うので即打ち。シールド使わず、シールド使って火炎放射ってのもありだと思ったけど、どうだろう、まだワンチャンあるだろうか。まずブラフに引っかからないことが大事。これはハイドロカノンな気がするぞ。ノーシールドで受ける。よし正解。ダメだ、ブラフをしてる暇はない。いきなり気合いバナだ。どうだ、いけるのか。いけるのかい。ラスターカノンでいいのか。気合玉で確実にいくか。残しといてよかったシールド。マジかー、ここで2発も撃てたんかい。ラスターカノンにしとけばよかった。むんむねんなり。最終戦です。これ勝って締めたいところです。相手の初手はメルメタル、ベジスチルだと面倒くさいやつでした。自信はメルメタル用に取っておきます。ギラティナにはベジスチル。
アカンやつが来た。ハイドロカノンを撃ってみる。シールド使ってくれ。よし、珍しくブラフ成功。メルメタルよりもニョロボン、ここで何としてでも倒したい。冷凍パンチか爆裂パンチか。爆裂パンチ臭い。シールド危ね。相手はすでにシールドがない。ここで受信を決める。残りはハイドロカノンで良いだろうか。あともう少し。撃たれちまった。耐えた。結局やられる運命だったか。しかしゲージ技一つもらってくぜと言ってラグラージはにやりと笑った。うっかりヒコボン発動。ラスターカノンを撃ってしまった。気合玉にしとけばよかった。シールド使用。まあギラティナいるのであとは大丈夫でしょう。勝利です。ニョロボンにブラフが成功したのが効いたな。とりあえずショテラグラージ良い具合です。しばらくこれで行ってみます。参照でした。ワシボンカモオン。またお前か。参照してちょっとしか上がらない。厳しすぎる。